はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、GVL 効果についてお話しします。 GVL 効果っていうのはですね、ドナーさんの細胞が患者さんの体の中にまだ残っている白血病細胞を放出し続けてくれるっていう効果です。はい、あとまあ簡単に言うとそんな感じなんです。まあ、先日ね、お伝えさせてもらった GVHD と拒絶反応の話、動画の最後にね出てきた、まあ、そのさっきも言いました GVL 効果という言葉なんですけども、まあ、ずっと僕の動画を見てくれてる人とかやったら、まあ、何回も耳にされてると思うんですけども、まあ、その時でも、まあ、前回もそうなんですけども、まあ、今みたいに簡単にさらっと説明させてもらっているんですけども、まあ、今回はもうちょっとだけもうちょっとだけ詳しくお話ししていきますので、最後までお付き合いください。GVL 効果っていうのはですね、の GVL っていうのはもうお察しやと思うんですけどもね、 GVHD と同様、英単語3つ頭文字ね、その頭文字を取ったやつです。まあ、また下にもうね、この辺にきっと出てると思います。 GVL ってね、出てると思うんでね、まあ、そっち後で調べてみてください。まあ、日本語で言いますと、移植変態白血病リンパ腫効果と言います。移植後にですね、ドナー由来のリンパ球、これはもうドナーさんの細胞ですね、ドナーさんからまた細胞が患者さんの体の中にまだ残っている白血病細胞を、異物とみなして攻撃し続けてくれる、ことで、まあ、それを排除しまして、白血病細胞を排除してくれて白血病の再発を抑え込んで、最終的に完治に至るものとして考えられていますっていうことです。まあ、まとめて言いますと、先ほども言ったんですけども、最初にね言ったんですけどもね、 GVL 効果っていうのはドナーさんの細胞が白血病細胞を攻撃し続けてくれるっていう効果です。はい、まあ、難しかったですね。ほんまに小難しかったと思います。もう最初とね、今言ったドナーさんの細胞が白血病細胞を攻撃して続けてくれる効果っていうので、まあ、覚えておいてください。ねえ、いつまで攻撃し続けるんでしょうね。ほんまに早いこと白血病細胞を全滅させてほしいもんです。じゃないとね、ずっとあの家に引きこもりで仕事にも行けずなんで、早く仕事にね復帰したいんで、ねえ、じゃないとね、お給料が入ってこないんですよね。えらいこっちゃですよ。生活していかれへんからね、子供もちっちゃいですから、頑張って直していくんですけどもね。まあでもそれが続く限り、その僕の体の中では GVHD 拒絶反応が並行して通じていくんでね、なかなか踏ん張りどころなのか、頑張らなあかんですね。まあそんな感じです。で、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。